栄栄公は、新末の官僚。字は、しずらん河南省信号県出身。1852年に新市となり、初期地市に選ばれ、編集となった。1859年、湖南純武子林翼の求めに応じて軍務につき、慶州将軍、ドロンガに従って、太平天国軍と戦い、広州各軍を攻略し、暗記賞に入って、太古。 千山を陥落させた。その後、小林翼の総統選に従ったが、少数の兵で多数の敵を撃破するのを得意とした。1861年、小林翼が死去すると、北京に戻ることにしたが、その途中、新豪圏に三島省から年軍が侵入したため、断連を組織して防衛に当たった。1862年に北京に到着し、 管理院員事項に任命され、翌年には、事項学士に昇進した。その後、聖安ズマヤスシブリン三島寺運し、安地を歴任した。1865年、年軍の来文公、長高志偶が三島省に入ると、守る栄光は三島巡部の縁高志名から、黄河の防衛を委ねられ、年軍を大敗させた。1867年、 年軍の勢いが再び増したため、三島巡部の帝、宝美機は、小堺を越えて出撃し、守る栄光が断連を引いて、正常の防衛に当たったが、敵を寄せ付けなかった。1875年、アンキアセとなり、さらに、石膏不正死に戦った、戦ンその後、三世巡部となり、1882年に、チャンス巡部に移動した。 1886年、石膏順部となり、再び賛成順部となった。その後、病で引退した。ありがとうございます。